こちらにある選手が食レポをするということです。入ります。佐々木選手がホットモットの新商品を食レポをします。食レポ2回目ですよね。頑張ります。頑張ってください。早速食べちゃいますか。じゃあ、はい。レモン、レモンをかけて。豚肉結構好きですか。豚肉好きです、はい、うん、レモンも好きだし。あ、最高じゃないですか、はい、この組み合わせ。ではでは、お願いします。いただきます。どうぞ。うん、どうぞ。でレモンが、はい、すごくさっぱりしてて、はい、夏にぴったりです。あ、夏ね、うん、これからの時期ちょうどいいかもね、うん、あと、はい、この旨塩だれが、はい、すごくなんかご飯の進む味がします。なるほど。佐々木選手はいつも夜だとご飯どれくらい食べてるんですか。ご飯は2合ないぐらい。近藤さんも、あ、栄養士の近藤さんも声の出演させていただきます。はい、結構食べてますね、白ご飯。そうですね、すごい子供の10何時からよく食べてますね。お米特に、お米が特に。ちなみに豚っていうのはどうなんですか。豚人のビーフ、ビーフ、うん、やっぱり含まれているので、うん、疲労回復には特に夏にはもってこいじゃないですか。食欲落ちちゃうので。じゃあ当番後とかですね、この弁当。そうですね、当番後もいいと思います。レモンは、レモンは結構さっき言ってくれたみたいに、はい、食欲アップには期待ができるんじゃないでしょうか、うん、さっぱりするし夏には食べやすいんじゃないかなと思います、うん、じゃあ今後当番後はこれで決まりですね。そうですね。どうですか、佐々木選手、そういう感じでまとめちゃったんですけど、はい、バッチリです。でも夏食欲落ちますからね、やっぱり。実際そうそう、うん、ホットモットお弁当とか食べることもあるんですか。うん、オフシーズンの練習の昼ご飯とかに。ああ、自主トレとかで、はい、ちなみにどんなのを選ぶ、よく選ぶんでしょうか。幕の内弁当。幕の内弁当、肉と魚と根菜類入ってて、うんうん、バランスがいい感じが良かったですね。去年食べたポテト&ハーフカットステーキコンボはどうですか。この間食べました。あ、食べた。はい、移動日の昼ご飯に。へぇー、ホットモット寄って。久しぶりに自分でホットモット行くんですか。はい。気づかれないですか。はい、買ってもらって。だって店の前にポスター貼ってますよ。そうですね、はい、僕ホットモット行くたびになんか佐々木選手見ますけど、安くしてくれないかと思っちゃうんですけど、なかなかそうはいかないですけど、知り合いですって言いたいんですけどね。近藤さん、なんか佐々木選手の営業で特徴的なところありますか、取り方で。そうですね、まあ、よく食べるんじゃないですか、やっぱりバランスすごく意識して、魚が好き。ああ、そうですね。和食好きですよね。肉も好きだけど、魚もあまり食べない選手が多いですけど、うん、その中では魚が好みで食べる選手が相当意識高いですよね。そうですね、うん、じゃあ最後ちょっと食レポを締めたいので、美味しい感じで、いつものコマーシャルのような感じで見せます。うん、うん、美味しい。OK です。かわいらしい、美味しい、いただきました。はい、先生、今シーズンここまでいかがですか。そこそこです。まだまだここからですね、はい、じゃあファンの皆さん楽しみにしてください。ちなみに初エスコンフィールド楽しみですか。楽しみです。ありがとうございます。なんか子供たちに佐々木選手で大きくなりたいっていう子はどうすればいいですか。何食べたらいいですか。いろんなものをやっぱり好き好んで食べてはもらいたいなと思いますね。ああ、
好き嫌いなことですね、肉魚。栄養素がやっぱりいろんな食材に含まれているので、偏りなく、してもらえたら嬉しいなと思います。ということで、本日、ホットモット新商品の食レポでした。ありがとうございました。ありがとうございます。近藤さん、こんな顔されてます。ありがとうございます。佐々木選手、それでは最後にホットモットキャンペーンキーワードをお願いします。絞ってこう。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。近藤優さんはずっとホットモットのメニューを見てます。何食べたいですか。もくもく食べたいですね。ああ、一緒のやつ、はい、特製もありますよ。ああ、唐揚げ派なんですか。唐揚げですね。